ちょっと僕説明させてください。このね、本当にね、さっきも考えてたんだけど、世界でもあんまり例がないぐらいに素晴らしい企画なんです。このプロのオーケストラが指揮者を育てる、そのなんていうんですか、そのプロセス、そのにこう協力してくださるっていうのが本当に珍しい、本当に珍しいことなんです。コンクールはあったりしますけども、それから僕も昔は昔っていうか20、30年ぐらい前からタングルウッドっていうところでオーケストラを教えながら、その時に若い指揮者をそこでも教えると。だけどオーケストラはその時学生のオーケストラですから、オーケストラを教えるっていうのが目的で、同時に指揮者も教えるってことをやったんですけども、今回高校はこの本当にロームさんがすごいアイディアだとこれ思って、そういうのを今日見てください。そう思ってます。本当に皆さんありがとうございます。オーケストラの方。ビバーチアレグロになってからの2小節目はうんと大事だよ。2小節目がそうでしょう。あでしょう。新しいテンポなんだから、そこで気を抜いちゃったらいけないんじゃないのかな。今抜けちゃったよ。すごくいいです。やったよね。俺できるかどうかわからないんだけど、ちょっとやってみて。もう一回やってみて。これでいいんですかね。でいいですか。ね、息を取った後ね、息をここではいけないんだよ。これはいけないんだよ。みんなにそういうなんていうの考える。これね、俺オットー・グレンペラー見たことあるし。カレアン先生の見たことあるし、それからバルンシュタインも見たことあるな、もちろん。みんなほとんど同じだよ。みんな同じことやってる。なんていうの、理屈は格好は違うし、見たとこ違うけども、理屈は息を取って、そしてみんながなんていうのかな、用意できた時にちゃんとリリースっていうのかな、うん、ね。ちょっとあんた弾いてみてくれ、僕と一緒に。俺は彼女のこと知らないよ、そんなに。だけどこうやってこうなってるわけ。全く彼女と僕とはもう意志がピシッとしてるわけ。ちょっとあんたもやってください。どう、ちょっと皆さんすいません。やってみてください。そう、ちょっとやってごらん。一人ずつやってる。めったないチャンスだから。大事なとこなんだよ、これ。これ今覚えておけばね、一生使えるんだよ。本当だよ、ふざけて言ってんじゃないよ。今わかんないといつ一生わかんないかもしれない。そういう人いっぱいいるんだよ、指揮者で。それでも商売やってるから、いいんだけど、だけど覚えておいた方がいいよ。これ斉藤先生が俺たちに教えてくれたあれだよ。本当のもう本に書いたんだから、指揮法の方に。
それまあ、やりますよ。わかった。難しい。だから皆さんさ、あの、指揮って案外、そういうもんなんですよ。この次指揮者見たらちょっともう、僕なんかそれで一生食ってんですから。まあ、いいですか、これで。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。